共産党と強いつながりがある二刀夢の様が、代表を務める団体、コラボの不正会計疑惑について、暇空茜様が住民監査請求を行っています。東京都監査事務局のホームページから引用します。住民監査請求は、地方自治法第242条により、都民が監査委員に対し、監査及び必要な措置を講じるよう求める制度です。この制度の目的は、都民の方からの監査請求により、都の財政面の適正な運営を確保し、都民全体の利益を守ることにあります。監査請求の対象となるのはどのような事柄ですか？次に掲げる都の財務会計上の行為についてです。1違法または不当な公金の支出、財産土地、建物、物品などの取得管理処分、契約工事請負い、購入などの締結履行、債務その他の義務の負担借り入れなど上記の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含む。2違法または不当に公金の付加徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実、請求の結果に不服がある場合にはどうしたらいいのですか？住民訴訟を提起して争うことができます。監査請求の要件審査にて監査を実施しないと判断された場合も、監査を実施しないことを違法として住民訴訟ができるようになっています。今回の暇空茜様の件では実際に監査が行われますので、コラボに何かしらの問題があることが相当の確実さで予測されているからだと思います。まだ確定ではありませんけれども、なお暇空茜様は次のようにおっしゃっています。あとは東京都監査事務局がきちんと監査をするのか、東京都がそう言ってるんなら問題ないな、よしとなるのかですね。もしそんな棄却結果が出たら、僕は監査請求書を公開した上で住民訴訟します。逃れられない。監査請求の結果ですが、12月28日までに出るんだったかな。年内に出る予定ですとのことなので、おそらく年内に何かしら動きがあるでしょう。どのような監査結果が出ても、ほぼ爆弾となりそうですね。問題あり、だと炎上不可避。問題なし、でも内容次第で住民訴訟の可能性、逃げ道塞がれてて草。ちなみに川松新一郎都議会議員も、今は着々とコラボの外堀を埋めている状態、とおっしゃっています。暇空茜様は監査請求陳述会での、監査の対象となった役人の説明について、動画で詳しく説明されています。15分くらい長々とコラボの遠隔や、若年被害女性支援事業の説明がされたとのこと、彼のノートから引用します。東京都の回答は次の通りでした。1東京都は本件につき、コラボの事業は実施されているのを確認しているので何も問題がないと考えている。2委託料の支払いについては問題ないと認識している。3チェックしたことはないが、コラボは領収書をきちんと保存しているはずである。4本件監査請求とは無関係に、元から12月に各団体の事務所に行って帳簿を確認し、問題ないことを確認する予定である。問題がないと考えている。チェックしたことはないが、などというパワーワードが並んでいます。今回の騒動、果たしてコラボの問題だけで終わるのでしょうか。他の一般社団法人に飛び火する可能性もありますし、そもそも東京都も大丈夫なのか、という疑問もあります。監査結果の件とは別に、昨日暇空茜様がツイッターで爆弾を投下しました。東京都議会に陳情を出したところ、議会に馴染む案件ではない、として却下されたそうです。さらに彼は録音データを公開しています。なぜ却下されたのか、という質問に対して担当者は、一般社団法人は監督官庁がないため、東京都が政治的関係や違法性などを調査することはできないものとなっているということだそうです。コラボは一般社団法人です。この説明がもし本当なら、なんで監督できないのに公金を投入してるの、という話になってきます。最後までご視聴ありがとうございました。